山田和樹は日本の指揮者、神奈川県秦野市出身、幼少の頃よりピアノ、合唱に親しむ。本格的に指揮者を目指すことを決意したのは、高校3年生の時で、きっかけの一つに、神奈川県立希望が丘高等学校、在学中吹奏楽部で指揮を経験したことだという。東京芸術大学音楽学部指揮科では、指揮法を小林健一郎と、 松尾陽子に指示し、2001年卒業。芸大在学中に、芸大声優史オーケストラ、トマトフィルハーモニー管弦楽団を結成し、音楽監督に就任。また22歳にして、ベートーベンの公共曲を全曲演奏するなど、幅広いレパートリーを持つ。2016年4月までに、パリ管弦楽団、フランス国立管弦楽団、 トゥールーズキャピトル国立管弦楽団など欧米のオーケストラに客演するほか、NHK 公共楽団をはじめとする日本の主要オーケストラを指揮してきた。2005年より、東京セイ合唱団のコンダクター・イン・レジデンスを務め定期演奏会の指揮、移植作品の初演を行っているほか、フォンテックから CD を発売している。2009年9月17日、 ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝した。日本人としては1959年に小沢聖人が優勝して以来7人目。同時に長州賞も受賞した。2010年9月より2012年8月まで NHK 交響楽団副指揮者を務めた。2010年8月23日、斉藤記念フェスティバル松本に出演し、ベートーベンのピアノ協奏曲第4番と、 公共曲第7番を指揮した、ブザンソン国際音楽コンクールでの演奏を聴いた小沢誠治の推薦であった。2012年のシーズンからは、スイスロマンド還元楽団の主席客演指揮者、日本フィルハーモニー公共楽団の正式者、仙台フィルハーモニー還元楽団のミュージックパートナーに就任。2014年現在、ドイツ・ベルリン在住。4月より、 東京混セが合唱団にて音楽監督へ昇格6月にスイスロマンド管弦楽団主席客演識者任期の2年延長に合意したほか9月よりモンテカルロフィルハーモニー管弦楽団の主席客演識者に就任2015年4月主席客演識者任期満了後の2016年9月よりジャンルイジ・ジェルメッティの公認として モンテカルロフィルハーモニー還元楽団の音楽監督兼芸術監督へ就任することが決定し発表された。2016年3月、東京セイ合唱団創立60周年記念定期演奏会に関する記者会見にて同団理事長職を兼務することが発表された。2017年9月、2018年4月より、読売日本交響楽団の首席客演指揮者に、 就任することが発表された。2021年9月、2023年4月より、バーミンガム市公共楽団の主席指揮者兼アーティスティックアドバイザーに就任することが発表された。ありがとうございます。